ソフトバンクさん、和田さんの人的保証を撤回するために人的保証以外に足す無償トレードも提案してた。無償トレードの候補に上がった選手の名前、それだけにミカサスギヒコ GM は何としてでも和田の指名を変更してもらおうと西武サイドに協議を願い出た。しかも代わりとなる選手はプロテクトされている選手からでも可能な限り対応するというだけでなく、それとは別に無償トレードという形でもう一人譲る提案までした。西武の渡辺久信 GM は最初、人的保証として石川修太、無償は三森将輝が欲しいと言ってきたそうです。ソフトバンクにしてみるとそれはさすがに飲めないとなり、その後も人的保証に関しては周東右京や中村晃の名前も出て、それも難しいとなった末、最終的に買いのに落ち着いた。ただ無償トレードの方はどうなったのか結論までは聞いていないのですが、西武サイドからは牧原大成や柳町達などの名も上がったそうです。オフィシャルには何も出てこないからもう書きたい放題やな。現代ビジネスというクソ雑誌だから信憑性低いけど、仮に事実だとしたらかなり強気にふっかけててくさ。もう近藤もプロテクト漏らしてたとか言いそうだよな。週刊誌サクオフ近藤の時もプロテクト外してた石川欲しい、周東欲しい、それはきついから買いので、なんで去年の中日みたいに3度バック状態になってるんや。球団の買いのの扱いひどすぎやろ。これやばすぎだろ。ことの顛末を明らかにするために NPB の介入が近づいてきたな。下手するとソフトバンクに恐ろしい罰則が出るかも。公式がコメント出さないからかマスコミがウキウキしとるやんけ。真偽わからんけどこんなポンポン話出てくるかよ。和田がごねたって言われてるけど、ごねてるのは球団じゃん。あいつ取るな、こいつ取るな、こいつならいいよ。ってこのメンツで最後に名前上がるのが買いの？西武のリリーフ陣だと真っ先に欲しいだろ。やっぱりプロテクト内からギリギリ出せるラインで決着だよね。柳町達るくださいよ。祖父晩さんなんならドラゴンズにください。周東に中村晃とかてめえなめてんのかよって言いたくなるが、現場レベルだとかなり人気なんやな。教訓としてはどうしても取られたくない選手はプロテクトしろっていう当たり前の教訓になったね。ソフトバンク好きかって書かれても仕方ない。サンドバックターンに入ってる。そもそも反対多かった山川の保証ってとこがまたきつい。近藤ならそこそこの取られてもまだしゃあないかもしれんかった。ここまで騒ぎになると追加トレード決めていても露骨すぎるからでご破産になってセーブ切れるまであるやろ。プロテクト当落線上の選手だとは美にならないから、ちょい上のランクになるのはしゃあないわな。こんな裏交渉流れるならセーブが獲得表明してからやっても意味ないな。つまりリークしたのはセーブ側じゃない。ご視聴ありがとうございました。